パリメトロ5号線はパリ交通公団の運営するフランスパリのメトロ路線の一つ。パリ南東部のプラスディタリー駅からパリ市の東寄りを南北に縦断し、北東部郊外のボビニーイコールパブロピカソ駅に至る。5号線の南端のプラスディタリー駅は13区のイタリー広場の地下にある。ここから北北東に進み、オステルリッツ駅を経由して、 オステルギッツ高架橋でセーヌ川を渡り、サンマルタン運河の西に創業に北上して、バスティーユ広場を通り、やや西寄りに向きを変えてレピュブリック、広場、東駅、北駅などを経由する。北駅からは北東方向に向かい、ポルトドパンタンで、市境を越えて北東部郊外のボビニー市に至る。5号線は1906年に開業したパリで5番目のメトロ路線である。 1907年から1942年までは、原六号線のエトワールプラスディタリーマモ5号線の一部で、あり、パリを南部から東部にかけて、ほぼ3分の2周していた。サンマルセル駅北方からセーヌ川を渡ってケドラ、ラペ駅南東までの区間は、高架線となっており、ケドララペ駅の前後は、掘割状の地上線である。またボビニーパンタン、レーモンキュノー駅とボビニー、 パブロピカソ駅の間も地上線である5号線路線図1898年のメトロ整備計画では5号線はオステルリッツ橋からストラスブール大通りまでとされておりプラスリタリーオステルリッツ橋間は環状路線の2号線の一部とされていたなお2号線はプラスリタリー伊勢では現6号線のルートを通りオステルリッツ橋伊東ではリオン駅で1号線と合流して ナシオに駅に向かうことになっていた。あとに2号線の環状運転計画は取りやめられ、また北端は北駅まで延長されてプラスディタリー、北駅が5号線として建設されることになった。ただしケドララペ駅リオン駅間には単線の連絡線が建設され、初期にはリオン駅が仮の終点となっていたこともある。 1906年から1907年にかけてプラス、ディタリー北駅間が開業し、また1907年10月には2号乱線の、エトアールプラスディタリー間が5号線に編入された。1942年には、エトアールプラスディタリー間が6号線に移管され、また北駅から北東方向に、郊外のエグリーズドパンタン駅まで延長された。延長にあたって体駅は東寄りに移設され、 ループ線上の終点となっていた、旧駅は放棄された。この部分は現在乗務員の訓練施設として使われている。1985年にはさらに北東へ延伸された、なおプラスディタリーから南西方向への延伸も計画されたことがあるが、実現しなかった。ボビニー車両基地。右は、 本線1978年から1980年にかけて投入された MF67 が使われている。全長は約90メートル。各車両ごとに片側4つのドアがある。非常時を除き車両間の往来はできない。車両基地はボビニーパンタン、レーモンキュノー駅とボビニー、パブロピカソ駅の間の本線沿いのボビニーにある。大規模な検査や、 回収作業は7号線のショアシー車両基地で行われる、ボビニー・パブロ・ピカソ駅付近ケドラ・ラペ駅、国鉄駅側から見たガールドーステリッツ駅。下は、ラー・シーセンプラス・ディタリー駅ホームケドラ・ラペ駅とバスティーユ駅の間には、アルスナル駅があったが、1939年9月2日に廃止されている、開業時の北駅は、現在よりも西寄りにあり、 ループ線上の終着駅だった。またループの途中から2号線、4号線への連絡線があった。5号線の北への延伸にあたって、北駅の構造が障害となったことから、東駅のすぐ西からトンネルが掘り直され、新たな駅が建設されて、旧駅は廃止された。この後は現在ガールデュノール・ユスフトと呼ばれ、1981年にラー。 B 線建設のために一部が取り壊されたものの、残った部分は乗務員の訓練施設として使われている。現在貨物船として使用されている環状鉄道グランドサンチュールの北部を旅客化する構想を単純シェルノールがあり、これに合わせてボビニーパンタン、レーモンキュノーボビニーパブロピカソ館に新駅を建設して乗り換え駅とする構想がある。ありがとうございます。